NHK はおととい、ニュースウォッチ9でコロナ禍を振り返り遺族の声を紹介した際、ワクチン接種後に亡くなった人の遺族という説明やワクチンが原因という訴えを報じませんでした。 NHK は番組サイトなどでコロナ感染で亡くなったと受け取られるように伝えたと謝罪。遺族側の団体はワクチン被害者の遺族として紹介する条件で取材を受けたとしています。伝えたかった部分が真逆に伝わってるって、ああいう部分だけ切り取られてコロナで死んだかのように見せられたんだろうって、まあ、皆さんその憤りを感じてますね。 NHK は読売テレビの取材に対し、担当者は遺族の思いを伝えるという趣旨から外れないと考えていたと説明していますが、認識が不十分だったと話しています。NHK の過去の放送に相当な問題があり、あるいはまた変更があったということをこれからですね、一つ一つ紹介していきたいと思います。で、平成21年のですね、4月5日に放送されましたジャパンデビューという番組なんですけどね。で、この中で1910年に日英博覧会がロンドンで行われた。で、その時にですね、台湾のパイワン族というですね、現地民族ですね、このパイワン族の方々が台湾、ロンドンに連れて行かれてですね、その伝統衣装あるいは文化風俗ですね、こういったものを紹介するような機会が与えられたわけなんですね。もちろん台湾のパイワン族の方々は誇りを持って自分たちの文化伝統をですね、これを多くの世界中の方々に見てもらいたいというふうな思いの中でここで行かれたわけですね。ところがこれに対して NHK はですね、そのパイワン族のその風俗あるいはそういったですね、お姿をこれ見せ物にしたと、日本政府はですね、そういうふうな、なんと言いますか、非常に変更した見方をですね、したわけですね。で、この内容があまりにもその変更しているということで、多くの国民からですね、NHK が訴えられた。1万355人の原告がですね、NHK を訴えたんですね。私もその実は一人でございましてですね、もうこれは本当にこう NHK のですね、台湾に対する悪意といいますか、許し難いものがあるというふうに思いました。で、この放送に対してですね、先週の11月28日に、東京高裁で判決がございました。で、その控訴審で人間動物園という言葉が台湾先住民族の女性に対する差別的表現で名誉を傷つけたと認定、100万円の支払いを命じた。で、これね、戦後の、なんて言いますか、こういうマスコミと言いますかね、大手の放送局に対してその番組内容についてですね、訴えが起こされて、それで敗訴したってあんまりないんですね。で、まあ、特にですね、賠償を認められたパイワン族の公共月舞さんのお父さんがここの博覧会に参加されてるんですね。で、そのパイワン族の代表者たるカースさんという方はね、民族の名誉をもって博覧会に出演したはずが、人間動物園と言われ、パイワン族は本当に傷ついた。で、これはまあ余談なんですけども、パイワン族というのはですね、高雄、台湾の南西部ですね、高雄の山地のところに住んでましてですね、私も過去4年間、このパイワン族の、この公共月舞さんの集落じゃないんですけども、すぐ近くの集落にこの4年間ずっと通っておりまして、パイワン族の方々と、いろいろとですね、お話を聞く機会を得ておりましてですね、非常に日本に対するその親日的、あるいはまた親近感といいますかですね、あるいは尊敬の念、こういったものをたびたび感じております。で、この判決内容なんですけどですね、この判決文をちょっと入手しておりましてですね、非常にその中でですね、NHK のこの放送に対して、この東京高裁はですね、一刀両断。本当に痛烈な批判をしているんですね。その一つを言いますとですね、
控訴人、皇居も控訴人チームも、また多くのパイワン族の人たちも同様に思っていて、パイワン族の間では父や祖父の世代の人々がはるばるイギリスに出向いていったことは今でも良い思い出になっている。パイワン族の伝統を世界の人々に紹介したいという気持ちでイギリスに行った。これをですね、まあ、NHK の方はですね、島田雄介というその番組放送ディレクターなんですけども、まあ誘導をするようなですね、悪意に満ちた誘導をするような形で、その番組内容というものをですね、変えていったわけなんですね。で、ここでですね、これはもう本当に高裁判決ですね、ここまで踏み込むかということなんですけれども、高裁の判決の文の中にですね、本件番組は日本の台湾統治が台湾の人々に深い傷を残したと放送しているが、本件番組こそその配慮のない取材や編集等によって台湾の人たちや特に孔子村の人たち、台湾族の孔子村の人たち、そして79歳と高齢で無口だった父親を誇りに思っている控訴人、皇居の心に深い傷を残したものと言うべきであると。日本の台湾統治が深い傷を残したと NHK は放送したい。ところがですね、その高裁判決ではこの番組こそそのですね、台湾のですね、パイワン族の方々あるいはその他の台湾の人たちに、ですね、非常に深い傷を残したと、ここまで断罪しているんですね。本当に、まあ、許し難い私は番組であったと、悪意に満ちた、なんて言いますか、番組であるというふうに思います。